伊つ美術館は大阪府池田市にある美術館である。阪急電鉄の創業者小林十三が収集した美術品を所蔵する。阪急電鉄、阪急阪神東方グループの創業者小林十三が収集した美術品を展示するため、小林邸画俗三荘を展示館として1957年に開館した。画俗三荘は 1937年に建設された本館のほか、新館、茶室、即夜、茶室、品、正門からなる。2009年に美術館として設計された建築で現在地に移転し、それまで使用した小林邸は小林十三記念館として2010年に再オープンした。収蔵品は茶人としても知られる。 小林の5500点を超える個人コレクションを基礎にしており、重要文化財15件、重要美術品認定物件20件を含む。中でも特に、ヨサブソン、ゴシュン、演算市場派のコレクションは名高い。小林は作品をまとめて一括購入することはせず、海外を訪れても一つ一つ自らの目で確かめて、美意識にあったものを収集した。美術館開館時の設置者は、 財団法人、立欧美術館であったが、2011年に財団法人、阪急学園と合併して、財団法人、阪急文化財団となり、以後は同財団が管理、運営を行っている。重要文化財指定品は以下の15件、その他に以下を含む20件の重要美術品を所蔵している。また小林十三が鈴木家存を評価していたため、 同人の日本画をまとめて所蔵している。小林十三画族3層内部画族3層内部。ありがとうございます。